ベラビアはベラルーシの国立航空会社。同国のフラッグキャリアでありヨーロッパや CIS の主要都市とベラルーシを結んでいる。ハブ空港はミンスク国際空港。なお、運航路線はすべて国際線で、国内線は運航していない。ベラビアの前身となるベラルーシの民海航空グループは1933年に初めてミンスクにエアターミナルが建設され、 モスクワとの間に航空路線が開設されたことに伴い、1940年に発足した。1964年にはツポレフツ -124 がベラルー史籍を取得し、1973年にツポレフツ -134、1983年にツポレフツ -154 が就航した。しかし1985年2月にミンスク郊外で、 スポレフツマイナス -134 が墜落し一人が死亡するという事件が発生した。これは出発前にエンジンに付着した氷を除去しなかったために飛行中にエンジンに多大な負担がかかったためである。1996年、アエロフロートロシア航空のベラルーシ支局が国営化されたことを受けて、ベラルーシ政府が発表した。 ベラルーシ共和国内の航空輸送の再建についてという声明に従いベラビアとして正式に発足し1998年までにはミンスクから北京、イスタンブールラルナカロンドンプラハローマとの間に航空路を開設した1998年にベラビアはミンスカビアと合併することによって今までのツポレフに加えてアントノフやヤコブレフの機材も加えている 2001年5月には、ミンスク・パリセンに就航し、2003年には、ホライズンズという機内誌を、英語、ロシア語、ベラルーシ語で創刊した。同年10月には、ボーイング737の、リース協定に調印し、翌年にはもう一機のボーイング737を、さらにリースし、ドイツのハノーファーに就航した。2008年には、シャノン空港とミンスクを結ぶ路線を再開している。 現在は1000人以上の従業員を抱える。2021年5月、ベラルーシがライアンエア機を強制着陸させ、反体制派ジャーナリストを拘束した問題によって EU 域内の空港着陸禁止、上空通過禁止との制裁措置が決定された。ベラビアの就航都市は以下の通り、ホメリカリーニングラード線を除き、他就航所都市はすべてミンスク線のみ。 ベラビア航空ボーイング737型機。ありがとうございます。